SC コリンチャンスパウリスタ通称コリンチャンスは、ブラジルサンパウロ州サンパウロを本拠地とする、総合スポーツクラブである。このコーデは、サッカークラブを中心に記述する。1910年に創立した。ホームタウンは、サンパウロである。コパリベルタドーレス優勝1回、カンピオナートブラジレーロ優勝7回、コパドブラジル優勝3回。 カンピオナート・パウリスタ優勝26回、フィファクラブ世界選手権優勝2回と、数々のタイトルを獲得してきたクラブである。世界最大の会計事務所である、デロイトが2014年1月に公表した統計によると、2012年度のクラブ収入は1億1330万ユーロであり、世界のサッカークラブの中では23位、南米では1位である。 ホームスタジアムはワールドカップでも使用されたアレーナコリンチャンス。過去にリベリーノ、ソクラテス、リバウド、ドゥンガ、リカルジーニョ、マルセリーニョカーリオカ等が同チームでプレーしている。サンパウロ、パルメイラスとの試合はサンパウロダービーとして注目されている。日本では1963年から1967年までの間、 セルジオエチゴが所属していたことがよく知られている。最近では、有望の若手選手の多くが、レギュラーチームに使われないうちに売られてしまい、チームの顔となる選手の育成がなく、大物を探しては獲得するという方針をとっている。このためサポーターから、経営陣はしばしば批判されている。大物を獲得するが支払いが遅れることも多い。 1910年9月1日 SC コリンチャンスパウリスタは5人の若い労働者たちによってサンパウロ近郊のボンレチーロで設立された。クラブ名は1910年の設立当時にブラジル遠征で圧倒的な強さを誇っていたイングランドのサッカークラブコリンシアンズ FC に由来する。当初のチームカラーはクリーム色だったが 後に入手が容易な白に変わったという。なお、コリンチャンスは、コリント人という意味で、ニックネームのチモンは、偉大なチームの意。初期のマークは、C と P の組み合わせであった。1919年より代わりに、サンパウロ周期をモチーフに使用するようになり、1939年以降は赤いリり、貝と組み合わさってできた。1990年代には、 カンピオナーとブラジレーロセリエ A とブラジルカップで4度の国内タイトルを獲得。2000年にバスコダガマを PK 戦で下して FIFA 世界クラブ選手権の初代王者となった。2004年にイランジニオーナーのキアジョーラブチアン率いる投資ファンド MSI と資本提携を結びヨーロッパのビッグクラブに匹敵する資金力を誇るクラブとなり2005年に4回目の ブラジル全国選手権優勝を手にした。しかし、MSI と経営陣との間では、対立が続き、オーナーのキアの逮捕、及び投資に問題があるなど、警察沙汰になり2007年に関係は解消された。そのため獲得していたほとんどのレギュラー選手が売られ、補欠、ジュニアチームで挑んだ2007年のセリエでは17位と低迷し、 クラブの歴史上初めてのセリエ B 広角が決定した。2008年にはコパド・ブラジルで決勝進出を果たし、セリエ B でも優勝を果たして1年でセリエ A への復帰を決めた。2009年には元ブラジル代表のロナウドを獲得して話題を集め、カンピオナート・パウリスタ、コパド・ブラジルの2冠を達成。2012年にコパリベルタ・ドーレスのタイトルを獲得し、 同年の FIFA クラブワールドカップ2012では決勝でイングランドのチェルシー FC を1-0で下して2回目の世界王者となった。同じサンパウロを本拠地とするパルメイラス、サンパウロ、サントスとはコリンチャンスを含めサンパウロ州のビッグ4と呼ばれこれらのチームとの対戦はクラシコと呼ばれる。パルメイラスとのクラシコはオデルビー・パウリスタと呼ばれている。 サンパウロとのクラシコはクラシコマジェストソ、サントスとのクラシコはクラシコアルビネグロとそれぞれ呼ばれている。この中でもコリンチャンスにとって最大のライバルはパルメイラスである。コリンチアーノと呼ばれる熱狂的なサポーターを多く抱えることでも有名である。メインの応援団体はガビオニースダフィールと呼ばれている。 2012年12月に FIFA フフクラブワールドカップ2012、出場のために、クアルーリオス国際空港まで約1万5000人が、見送りに行き、コンコースを占拠した。ブラジルでは日本への応援ツアーが組まれ、日本在住ブラジル人だけでなく及び、ブラジル中からサポーターが駆けつけた。ホームスタジアムのエスタジオアルフレードシュリグは、小さな農場と呼ばれ、1万8000人しか、 収容することができなかった。そのため、コリンチャンスの試合で使用されることは、ほとんどなく、しばしば新しいスタジアムの話題が上がるものの、経営陣との間で話がなかなか決まらず、他のサポーターからからかわれていた。2013年までは、サンパウロ市へのエスタジオドパカエンブを中心に、一部を、サンパウロ FC の本拠地であるエスタジオドモルンビーでも、開催した。 2014年、FIFA ワールドカップ開催用に建設された、アレーナコリンチャンスに移転し6万3000人、収容することができる。2020年9月1日、ブラジルの大手製薬会社である、ハイペラファーマが、スタジアムの命名権を取得し、故障がネオを君かアレーナへと変更された。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 サッカー部門の他にバスケットボール、アメリカンフットボール、フットサル、ハンドボール、自転車競技、柔道、水泳、アーティスティックスイミング、テコンドー、テニス、バレーボールなどの部門を持つ。著名な選手に、バスケットボールのオスカー・シュミットがいる。ありがとうございます。